一ギフトさん書くね。二月二十二。外寒いよ寒い。一 <laughs> ギフトさんホちゃんさんありがとうございます。そうなんですよ堀ちゃんさんありがとう可愛い,いの。ケンテさんありがとう。おはようございます。 よしはい今日は学校もあるのででもじいじに送ってもらうので45分までしたいと思います7時45分までりオつおはよう今仕事に行くバスの中バスイヤホンで聞いてるのいってらっしゃい気をつけて。 堀ちゃんさんさありがとうそれでは自己紹介します ST ポ j の研究生中学2年生14歳のリオツンこと岡村隆です是非フォローしていない方はフォローお願いします高尾さんありがとうはいはいフォローお願いします <laughs> 今日は今日もドスっピンでーすそうなんかね 去年の秋ぐらいからずっとね、寝るときはちょんまげしてるから、そう。なんかおでこのツヤがすごくないテかっとる <laughs>。ツヤツヤだよ。汗かいてないよ。ツヤツヤ。な、なんでこれはツヤなのかそれとも汗いや、かいてない。サラサラよ。 テロップ書くね朝ごはん食べたうん食べた食べたよー朝ごはんあ間違えた <laughs> あそう今日はねニャンニャンの日テロップおはようおはようコリラクマください くま。テラップできた。すっぴんも可愛い、肌綺麗だね、やった。嬉しい。誕生日。さとしさん。え、今日。えー、おめでとう。あれ。王冠どこだっけ。あ、あった。目の前にありました。 あ,あ反対だった <laughs> 寝ぼけとる <laughs> いきますなんか変だね、はい、いきます「ハッピーバースデーさとしさん」「ハッピーバースデーさとしさん」「ハッピーバースデーディアサトシさん」ー ッピーバースデーサトシさんおめでとうございますおめでとういつもありがとう <laughs> プロフィールにもリフ追加されて嬉しい <laughs> ありがとうまた話そうねあのなんだろう元旦のやつびっくりしたよ。<laughs> おめでとう皆さんなチャレンジのところからえっと無料でリラックマとかコリラックマとか黄色い鳥がもらえるんですけどリオはコリラックマ派なので。 もし誰にあげようかなって迷っている方は、リオに、コリラクマをください。なんか30万ポイント達成したら、その、達成した、その、やつのアバターがもらえるので、名前入りアバター、リオの名前入りアバターがもらえるので、皆さん、コリラクマは白いクマなので、そう、なんか白いクマで、なんか、リボンがついてるやつ、そう、 白いクマがコリラクマなので、ください。あとね、50万ポイント達成したら、キャラクターグッズももらえるかもらしいです。くださーい理由欲しいスぶキジさん、ありがとうなかゆうさん、ゆずるさん、としーさん、ありがとうよろんぱんさん、マイケさん、ありがとう !1 年間無事に過ごすことができました推しのおかげです。ありがとうございます。嬉しい <laughs> ありがとう 佐藤さんありがとうたくさん嬉しいトッシーさんありがとう今週は大事な日が続くので休みを取ってしまいました休み大事な日何があるのそうコリラクマは白のクマちゃん NOB さんありがとう渋吉さんありがとうレッドくんさんありがとう おはようございます。はい。今日は、今日は、何の日かと言いますと、放課後ホームルームの日です。ユージさんとトッシーさん、ありがとう。放課後ホームルームだ。これだ。くにくにさん、ありがとう。放課後ホームルーム、ST48 研究生とお話ししようがあります。今日です。はい。 えっと、一部から四部あって、一部が17時から17時40分ありちゃんさんと、二部が17時40分から18時20分ありちゃんさんとで、三部が18時半から19時10分あやぱんさんと、四部が19時10分から19時50分あやぱんさんとです。ぼっちちごさんありがとう。ありがとうございます。ゆうじさんありがとう。はい。楽しみです。 そうズームでリオと先輩とファンの方一人の3人でお話しする形になりますそれでは今から出席確認を取るので今日来てくださる方コメントお願いします今日行くよって方コメントしてくださいメモしますできれば南部に来るよって教えてくださいレッドくんさんありがとうかゆっ ともくんさん、ありがとう。コリラクマメンバー人気あるね。ええー、本当ですか結構みんなコリラクマ派多いのかな今日、今日、放課後ホームルーム来る人、コメントください。そう、なんか、昨日さ、あの、 寝つけなくて、2時間半睡眠なんですよ、今日。<laughs> そう。2時間半睡眠で、あの、なんかやることがいっぱいあって、そう、なんかサインとかも書いてたんですよ。そう。あの、明日のさ、あの、サイン、明日のサイン会のサインを今回は事前にもらったので、そう、こうやって念 <laughs> 入りに書いてたら、 めっちゃ時間経ってて3時間ぐらい経っててでそっからいつものルーティンしたりロングブレスしたりしてでそっからも寝つけなくて今日二2時間半しか寝てないです NOB さんはいってありがとう NOB さん123多分授業中寝ちゃいそうだ 一二三、ありがとうレッドくん。一二三、キュンですおじさんさんは一部と二部、ありがとう。キュンですおじさん。一二、緊張してる？リオもめっちゃ緊張してる。どんな風になるんだろう。今日の緊張で寝れなかったの？うん違うよ。 大丈夫なのうん眠いけどね <laughs> さゆっちょさん3部ありがとうさゆっちょさん3部寝れない日もあるよねそうなんですよ寝れない日が昨日でしたえ怒られたい人来たらさどうしよう先輩の前で怒らないといけないこのこのつんりょうが見られちゃう恥ずかしい気まずい <laughs> 前もって言っとこうかなあのー、ド M の人が来たら怒ると思うので <laughs>「よろしくお願いします」って先輩に言っとこうかな荒吉さん放課後よろしくお願いします荒吉さんありがとう荒吉さん昨日も言ったけど3部と4部ですありがとうまた言ってくれて結城秋田さん 三分と四分。サイン書き終わったりした？うん、大体書き終わりました。サイン。若いから大丈夫？<laughs> あフォローありがとう。そう、今日ね寝ぼ寝ぼけてホームルームホームルーム中に変なこと言いそうだな。<laughs> うやさん放課後134いくよありがとううやさんねうや134ありがとうね先輩の前で怒ったことはあるない <laughs> ないです <laughs> 先輩も多分ド M が見慣れてるああなるほどねああじゃあ一緒に怒りましょうって言おうかな <laughs> ソルメイトさんありがとう ロシーさんありがとうはいじゃあ皆さんあのはいよりょうつん今日と明日は台湾では平日仕事で行けないよああお仕事で行けないの頑張れーみんなありがとうございます今日は楽しみましょうね緊張していますが楽しみましょう」 楽しみ、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 楽しみ。ホームルーム本名登録やけど気づいてもらえるかな？本名にしたの？<laughs> えー。でも顔で覚えてるかも。そう。四十五分まで配信しまーす。 お水、お水。ユウサクさんありがとう。うち五時間目になるかも。五時間目、五時間目ないよ。 じゃあ4部に来るのかなキラキラさんキラキラさん合ってるかな星のかなんか文字の方ありがとうトッシーさんありがとうあ緊張するねーなんかさ6周年コンサートがさ4月 なんちゃらとなんちゃらにあるじゃないですか <laughs> なんちゃらとなんちゃらにあるけどさ言うてもう近いですよねだってもうすぐ3三三月になるしそしたらもう1か月しかなくなるしそうすぐよねやばいよねりょうつんって緊張するんだえめっちゃ緊張しますよ <laughs> STU の中で一番緊張する人は誰って聞かれたらリオかもしれません毎回緊張してるでも多分リオは緊張する緊張するって多分言葉に出すんですよで多分あなんか先輩とか研究生があの言葉に出さないだけで内心めっちゃ緊張してるのかは分からないけど分かんない 4月8日、リクアワーが4月8日、6周年コンサートが9日。おー。昨日からチケット受付始まったね。そうだ皆さん、6周年コンサートのね、受付が昨日から始まったので。あ、それ書かなきゃいいよ。ボード書こう。ボード書いとこみ皆さん、6周年コンサート見に来てくださーい。クリスマスコンサートみたいにさ、その、 たくさん出れ、出れたらいいな。緊張してるように見えたことがない本当ですかめっちゃ緊張してます。適度な緊張はむしろプラス要素だよね。そうなんか、リウは緊張してた方がうまくいくっていう流れがあるんですよ <laughs>。だから逆に今日緊張してないどうしようってなるんですよ <laughs>。緊張してない緊張しなきゃってなって <laughs>。 まあ全部緊張してるんですけど今までたまにたまに今日緊張してないどうしようって日があって一昨日のフェスも緊張しとった堂々としてたよなんかリオは結構袖に行ったらなんかね緊張する時もなんか時間があって <laughs> 袖に袖に行った時の ステージ直前の時に緊張することもあればめっちゃ前からもうその日の朝から緊張することもあればもう1週間前ぐらいから緊張する時もあってなんか緊張のなんか期間はバラバラそうそうなんですよなんか歌唱力はもう今から緊張してるから2しもうね2週間前ぐらいから緊張してる歌唱力 でも,でもねなんか練習たたくさんんししから緊張しなないいってわけじゃないんですよねだってさうんなんか緊張するんだったらもっと自信がつくまで練習したらってなるかもしれないけど練習ってあの限りん無限じゃないですか終わりがないから。 トライダーさんありがとう劇場で見ても緊張してるようには見えないよ見えないんだええー、見えないのええー、緊張してるんだよえそれはいいことなのかな緊張してるのが見えないっていいことかなリオちゃんより緊張してるやつなんてたくさん見てきた本当にリオは結果的に本番が強いそうリオ本番強いんですよ なんか、なんかね、うん。本番強いけど、なんか本番強いって言い方はさ、あの、あ、間違えた。<laughs> ナプリンさん、ありがとう。昨日のフェスも直前に背中を叩いてもらったのそう、昨日も、だいたいその研究生とかだったら、絶対優香に叩いてもらうんですよ。そう。優香に叩いてもらうんですけど、気がついてる。 で、この間のフェスも、優香に叩いてもらって、で、あの、オーバーチんがさ、2回止まったんですよ。その2回止まって、1回目止まった時はみんなで、えっえっみたいになって、で、2回目止まった時は、えー、大丈夫かねみたいになって、で、あのー、その、通常のおばあちゃん通常のおばあちゃん、 一番最初のおばあちゃんの時に1回目叩いてもらったんですけどその後ね止まってから結構時間が経ったのでそうこの間のフェスは2回叩いてもらいました優香にでリオもね優香の背中を叩きました歌唱力は大舞台だし順位も出るもんねうんそうです あともう1週間しかないんですよ実はやばいですいやどうしよう見えない見えないえ緊張してるようになんで <laughs> リオはたくさん練習で慣れたら緊張してないううんそういうわけじゃないんですよね結構リオも練習してるけど緊張しちゃうのでそれとは関係ないと思う。 歌唱力の練習しっかりとらなきゃ時間やばいえあなんでもない <laughs> えっえっ、ー、堀ちゃんさん KG6033 ありがとうなんかやっぱりさ 平日,はね、平日はね、本当に学校もあるし、なんかね、配信もあって、だって、あの、平日って本当に時間がなくて、あの、朝から学校行くじゃないですか。朝から学校行って、起きたらもう学校の準備していかないといけなくて、学校行ったら帰ってきたら、豆作って載せて、配信して、でもう8時過ぎるでしょで、なんかお仕事もあったりするから、 結構時間ないんですよそうもう夜中か早朝しかなくて配信できるじ配信での間違った練習する時間がそうだからやばい本当にああ<ー>でもさその早朝もさ夜中もさどっちも近所迷惑になる時間帯じゃんえっ芸人や経年夜や,ーやばいおやさんありがとう さんありがとうそうじゃけんね最近配信が短めなんですよ配信前に少ししてるんですけどそれでももうちょっと時間と取りたくてでもねもうこれがね限界なので1位になれば池田さんみたいにゴールデンタイムの全国放送のテレビ番組に出るえ池ちゃんさんすごいですよねこの間なんだっけ鬼鬼ちゃんみたいな みたいなやつ出てましたよねなんかその前も結構番組出てたりとかすごいイケいちゃんさん JT みきゃんさんありがとう背中叩いたらうってなるんえ背中を叩いたらね <laughs> あの よろしくって言ってて言中を向けるんですよでもその時にはこの腹筋に力を入れておくんですよもう腹筋に力を入れてもういつ来てもいいようにこうやってこうやって準備するんですよね <laughs> リオだけかもしれないけど振 <laughs> って準備をしてで来るから別にううってなりません経験生みんなでステージ前に掛け声とかするのえー、なんかねー えいつもエンジンジがあるんですよいつも MC の確認した後エンジンがあってでエンジンはあのなんか4人のローテーションみたいなの <laughs> 大体あずみんが「何々頑張っていきましょう!おー」って言うんだけどそう例えばあの前のオープニングアクトだったらさソロがあったんですよそうそう前のオープニングアクトはソロがあったからその今日のソロの人が「頑張りましょう!おー」って言ったりとか。 まあその日によるんですけどまあ掛け声しておおって感じです <laughs> 24歳ありがとうあやさんいちごありがとうそうメレたでしこもありますねメレたでしこ楽しみいけちゃんさんとさこさんと一緒だ 1>, 1位になればハワイにも行けちゃうですねハワイ行きたい頑張ります自分の時間が欲しくなったりしない自分の時間え寝たりとか <laughs> あっね好きなことをする時間ってことですかでもなんか絶対なんかリオは多分好きなことしていいよって言われたとしても何をしたらいいのか分からなくなりそううん。 テレビ見るぐらいしかできないあとエゴサかなエゴサしようかな次にリオツンが出演するスタジオ公演を早く見たいスタジオ公演したいんですよねリオも出たいです フル公演は出たことないので、対ンしか出たことないんですよ、まだ。一回しか出たことないし。しかも、みちゅさんとまだスタジオとして同じ舞台に立ったことがないから、みちゅさんと一緒に出たい。あと、清水サラさんとも、サラ先輩も一緒に出たことないから、一緒に出たいです。ソロでテレビ出演すごいよね。本当にすごい、いけちゃんさん。 歌唱力決勝楽しみなんかのりを楽しみって言われるとすごいあ <laughs> あってなるんですよ <laughs> そう不安になる不安と緊張が混ざってすごい感情ですどうしよううまく歌えなかったらどうしようみんなが期待しているものが見せれなかったらどうしよう でもねあんなに大きなところで歌えたりとか生バンドで歌えるのがすごく楽しみですめったにないからすごい楽しみカップヅキシくんさんありがとう広島コパセリさんありがとうヤフーニュースで話題になっちゃうリオつん尊いえなんか見たんですけどヤフーニュースって何ですかえええ,えいやいや知ってるけどヤフーニュースに載ったらすごいってことなんですかいやわかんない。 えヤフーニュースに載ったらすりおつん今の趣味ってあったりするのなんか趣味も分かんなくなってきました <laughs> あでもものづくりはあの今でも好きですけど、うん、でも最近は筋トレが楽しいですそう筋トレがすごいなんか最近テレビ見ながらやるんですけど なんか <laughs> なんか今までそのテレビ見たりしながらやってたらすごいもう2時間ぐらいかかっちゃってたんですよ筋トレがでも今ではテレビ見ながらでもちゃんと効率よく真剣にあの1時間で終わらせれるからいい感じです唯一それが癒しの時間っていうかわかんないけど <laughs> カステラのメンバーと話したことあるのないんですよえ、でもこの間、その、ニュージェネレーションズフェスで、あの、通りすがりに挨拶をしたぐらいで、そう、で、ね、皆さんめっちゃ可愛くて、そう、で、そのフェスの時が、リオの、リオたち研究生の出番の前がちょうどカステラさんだったので、そう、すごいなんか、登場の仕方が可愛かった。そう、なんか、 あの音楽が流れてて人ずつこうやって出てくるんですよめっちゃ可愛かったお写真撮ってもらいたいなムレナデシコで,で可愛かったあそうだマーメイにも書いたけどベリーベリーさんって方々が研究生と STU 研究生と写真が撮りたいですみたいになって撮ったんですよそうめっちゃお綺麗な方々でした 月曜日台湾の枯れ合いには福田さんの妹や長尾梨央ちゃんもいるねそうなんですよ長尾梨央ちゃんに久しぶりに会いますそう赤凛さんの妹さんは初めてお会いするゆうきあきたさんありがとうそうカイパズくんさんいちごありがとうカイパズくんさんハートありがとうただちゃんさんありがとう なんかさリオがねオカリオって言われ始めたのはそのアクターズで長尾リ央ちゃんといあの長尾リオちゃんもいてでその時にあの名前が一緒なんですよそうリオでね漢字も一緒なんですよだからその「リオ」リオとか「リオちゃん」って言ったらさどっちを呼んでるかわかんないじゃんだからオカリオと長尾尾であの区別するように。 つけたあだ名だけど <laughs> アクターズの時にオカリオって呼ばれたことは一度もないです <laughs> そうあんまりないあでもたまにたまに呼ばれてたかもたまーになんかリオはスタジオはその なんか、決まったポジとかじゃなくて、なんか何個も覚えるんですよ。なんか、この日はこのポジやってね、この日はこのポジやってねって感じで、コロコロ変わるから、<laughs> <laughs> だから、すごい大変なんですよね。そう。この日はこのポジね、この日はこのポジって降りるから、うわあね、みちさん、舞台出られてますよね。あの、アンピーさんと。 あいこじさんもカープズギシ君さんハートありがとうヤフーニュースはすごい本当にすごいんだとしーさんありがとう明日のサイン会夜をありがとう <laughs> カープズギシ君さんありがとう ヤフーニュースに乗るのは半端ないへぇー、そうなのやった。<laughs> わ,ーわーい、わーい。ヨシコックさん、ありがとう。カステラさん行ったことあるけど、かわいいよな。かわいいよね。めっちゃおかわいかった。タイの方でしたっけベリーベリーさん。そうなんですよ。タイから来られたらしいです。そう、めちゃめちゃおかわいくて、なんか、お塩をすぐ見つけました。あ、あの子かわいいって。<laughs> ね、スタイル抜群で顔もちっちゃくてそう衣装もなんかめっちゃデニムみたいな感じでめちゃめちゃ可愛くてスタイル抜群で一人ずつこうやって握手をしたんですよ <laughs> そうあの握手をこうやってしねし始めてそう <laughs> 歌唱力の応援して言うからマイキューだったらどうするえなんか逆に緊張そうです 緊張しそう。ベリーベリーさん、人数多いグループなんで、リオのメールでしたよ。なんか、その時は4人の、4人だけ来られたんですよ。そう、多分、フェスでは多分、なんか、もともと人数多いけど、フェスで4人だけ多分、来られたって感じだと思います。そう、4人だけだった。4人だけだった。かぶつきちくんさん、ハートありがとう。<laughs> まあ、もしマイキューさんだったら。 マイキューさんにも届くように歌います。フォローありがとう。そうなんですよ。なんか結構ね、研究生他の研究生はこのポジ覚えてねって感じらしいんですけど、なんかリオはなんか多分人数的になんかこの日はこのポジねっていろん,んなポジを覚える覚えるから大変です。旅猫さんありがとう。 アルルタイルさんありがとうマルゲリータさんありがとう美味しそうマルゲリータピザが食べたい最近ピザ食べてないえ一1年一年ぐらいピザ食べてないなそうでしかもなんかあとはなんかその日のこの曲はこのポジででもこの曲は違うポジでみたいな感じですごいごっちゃごちゃなんですよごっちゃごちゃなんですよねなんかそう <laughs> そう同じ人だけじゃないんですよだ だからこの間のそのスタジオの対話の時もなんか大体はミッチさんだったけど例えば「ウィッチーズ・ウィッチ」はいけちゃん散歩時だったりそういろいろごちゃ混ぜです混ぜごぜ 何日か前に七七べ対戦したの覚えてないですよね覚えてるよなんでそんなにあのネガティブなの覚えてないですよね <laughs> ありがとう。小松景志くんさんありがとう。そうなんですよ。そうだからもしそのみちさんも出られるってなったら違うポジを覚えるので今度は。そう。だから誰とでも出れますリオは。 どんな時も出られる <laughs> イエーイ大変だけどその分出られる機会が多分多くなるからいやでもそもそもスタジオ公演があんまりないからそうなんですよねか,つぎし君さんかわいいよしこくくんさんありがとうそうてかさりおさ七並べもさスクショ取ってるんですよお借りやすいなかったと当たったら全部スクショ取ってそうそうなんですよね それも保存してます。で、マーナとそのかりよしの方が当たっても教えてくれます。マーナが。あ、三十五分だ。四十分に何十万なきゃ。きゃ。ねむねむ。ねむ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 。ねむ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 。よしこくんさん、ありがとう。 でもなんか歌唱力がさこの曲でいいのだろうかって不安になります <laughs> この曲でいいのかなってすごい不安になるなんか先に言っとくと なんか今回はその新しいリオも見てもらいたくて選曲してるんですよそうだからあ予選とはまた違った雰囲気のリオなのでそうだってさ似たような曲ばかりだとつまらないじゃないですかつまらないしこういうこういう系しか歌えないのかなって思われそうだからあえて違うリオを見せたくて。 違う曲雰囲気の曲を持ってきたのででもすごい不安なんですよね緊張するでその2曲ともまた違う雰囲気だからそうそうそう2曲とも違う雰囲気なのでやばい緊張 なんかさ歌詞忘れそうとかはないんですけどでもなんか一回アフターズのユニットオーディションで一回だけ歌詞を忘れたことがあってリオが出だしを歌うんですけどなんか2人でやってたユニットで,でなんか出る前にその。 袖でスタンバイしててててはい次の方どうぞって言われて出てから披露するんですけどその袖の時にもうこっち終わりそうな時にあれ歌詞なんだっけってなってですごいテンパってで歌詞を忘れたんですよ一回だけねもうあれはトラウマですめっちゃ号泣したもんそのあとあの時が最初で最後歌詞を忘れたの黄金皇帝さんありがとうフォローありがとう そう衣装はね stu の衣装を着ますよ研究生はそう研究生は stu の中の stu の衣装の中から選ぶのでチャレンジだねえらいよう,うまくいかなくてもチャレンジしたんだねって言ってねみんな <laughs> お話し会で言ってね12日のたたちゃんさんありがとうフォローありがとうそう今日は猫の日あそうだった <laughs> これは変態だ <laughs> あ、<laughs> でも四十分 <laughs>。やだ<ー>。リーニャだよ。歌唱力はやっぱり歌唱大会だから、バラード的な曲調の方がいいと思うけどな。<laughs> さあ、どうでしょうね。カップルゲシ君さん、風船ありがとう。みんな今日はにゃんにゃんの日だよ。 きょはちょっと頭が回ってないなニャン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 みんなもニャンニャンするよみんな頭につけていくんだよ今日お仕事とか学校に頭に猫耳つけていってねカップヅキシくんさんハートありがとうよしうわ ませんって言われたしてよ頭おかしくなった <laughs> 確かに<笑><笑>はい今日放課後ホームでムあるので皆さん来てくださる方よろしくお願いしますあでも皆さんチャレンジ精神は大切ですから皆さんチャレンジしましょう今日ねっ分かったチャレンジするんよ今日煮込み見つけて学校とかお仕事行ってねで なんで気をつけてきたのって聞かれたら「でこの日だからです」って言えばいいからそうリオのせいにせんのんよ岡村リオさんに言われてつけてきましたって言ったらダメよ人は怒られて成長するのではいそしてお申し込み期間 D ご当選された方キュン決済が第一ですはい決済明日中で明日中までです 皆さん、決済ミッションを忘れちゃうと、リオとお話できなくなっちゃうし、完売って書いてるところもなくなっちゃうので、皆さん、決済ミッションをよろしくお願いします。忘れないうちに、今、今やっといてください。忘れないようにしてください。よろしくお願いします。はい。あ、メイナちゃん、今日出演する予定だったのに。 ちゃんね、今日出演する予定だったんですよ團十郎見ますみなちゃん来たみなちゃんかわいいみなちゃんかわいいマジかわいいほんまにかわいいこの子は最強です世界一かわいい子それでは呼びます13ゆうきあきたさんありがとうございます 12位、満月ライダーさんありがとうございます。<laughs> 11位、ホちゃんさんありがとうございます。10位、ころ人間さんありがとうございます。えっと、9位、稲荷台湾さんありがとうございます。8位、東野拓希さんありがとうございます。7位、鈴鹿さんありがとうございます。目のハートしよう。ハート。<laughs> 六位トッスリさん、ありがとうございます五位ナポリンさん、ありがとうございます位四位はシコクくんさんありがとうございます三位はおりつんさん、ありがとうございます二位,あす位アヤさん、ありがとうございますそして一位はドルルルルパン、カーパズけしくんさんありがとうございます はい、今日は、メイナ月男女でした。レアですよ、皆さん。ねみんなそう、なんか、昨日と今日ね、実はメイナに出演オファーをしてて、そう、今日配信出演してねってオファーしてたんですよ。でも、リオが忘れてて、リオは昨日忘れてたんですよ。そう、メイナは出る準備満タンで、ここに座ってたんですけど、メイナ体験してたのに、可愛く。 拝見 <laughs> してたのにそう昨日ね出演しなかったんですよねひどいごめんねメーナ今日は猫の日なんだよメーナは犬でしょ めんなも猫になるメイナがのけぞったんだけど <laughs> ね、お尻がねイカの匂いがするんですよ <laughs>。ねえなお尻がスルメイカの匂いがして <laughs> すごい強烈なんですよ <laughs>。昨日結構臭くて今日も結構匂いうんですけどなんかよくメイニャはあのお尻からスルメイカの匂いがしてたまにあるんですよ。そうたまにあるのそれでは皆さん <laughs> 確かに、スコンブとスルメーカーのコンビだ <laughs>。<laughs> それでは今日水曜日頑張りましょう放課後ホームルーム来てくださる方よろしくお願いします。それではバイバイあ、ハムさんありがとうまたねニャンニャン。バイツーンメイナとリオでしたバイバイ